リエルです。はい、リエルです。はい、今日は農作業せーはい、どうぞ。今日も農作業、はい、はい、これは多肉クラブ用レッドベリーの増やす、はい、スタート、生産スタート、はい、いろいろな、駅だけじゃなくてな、そうそう、ブツブツをいっぱい増やします。ブツブツ、寄せ植え使う小物ね、小物いっぱい、いろんな種類をもうマックス可愛くするために、そうな、肥料をぶち込んで真緑にしておりますのではい、こっから増やしていきます。いろいろいるけんな、駅だけで面白くない、どこにも手に入らないいろんな種類を作りますハードルを上げますね、どこにも負けません。あ、始まった、そうね、寄せ植えクラブの方はまだ募集しております。あ、クラブね、クラブは募集しております、うん、まだ、お考え中の方は、はい、早めに。そしてクラブはメンバーさん、 YouTube メンバーシップの方からでないと入れませんので。はい、で結構できない、クラブの申し込みができないという方がたくさんいらっしゃいます。問い合わせ来ています。はい、メンバーシップのコミュニティのに動画を載せてますので、その動画をしっかり見て、しっかり見ながら一緒にこうやってってください。そしたら間違いはないと思いますので、はい、必ず見ながらやってください。はい、はい、メンバーシップコミュニティ、はい、見てください。はい、どうぞ。はい、どうぞ。レッドベリー、あ、レッドベルベットって言うか、レッドベリーベリーベリーな、もうレッドベリー、いっぱいいっぱいいるよ、まかかの、はい、うん、あと全員箱いっぱいの終わりましたら、うん、終わりましたらこういう一寸一寸持っていきます。あ、通販しますんでね、うん、メンバーさんね、あ、メンバーさんね、メンバーさんのことばっかり言っちゃってね、うん、でも楽しく行こう、うん、楽しく行きましょう、ね、そうですね、はい、後悔しないように楽しく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 まだまだお砂糖ついてる、え、何かいっぱい入れよ、ここぐらい、ドーナツ、ドーナツ、ドーナツ、はい、今日は大分のドン、ミキミキボスが遊び来たので、ドーナツ持ってきたので、今ドーナツやっつけてきました。ドーナツ、そうです、なんか新しいのがあった。まあね、何ですか、もう初めて食べた、見たことないの、うん、新種や、新種新種って新商品とか言うよな新種って多肉やない、美味しかった、キャラメル、キャラメルが挟まっちゃった、フレンチクルーラー、もうないよ、嘘、あるよ、ホワイトチョコ、美味しそう、うん、ポンデリングのなんかいっぱいあった、いろいろ美味しい、うん、糖分を補給しないとありがとうございます。皆さんも、もう増やしてください、増やしましょうね、家族おらんけ忙しい、いっぱい、もうあったかいけ、もういろいろ多肉も動き、動いっぱい動いてるよな、うん、成長が早い早い、そう、もう嬉しい、うん、そうで、めっちゃ早い、うん、春ね、春冬さんと忙しい忙しい、あ、そうや、それ冬さんとと思ってパートさんもちょっと募集しようかね、パートさんも増やさんとか、パートさんも増やさんとか、うん、パートさんも、そうね、募集せんとか、そうね、うん、パートさん募集します、はい、お時間のある方、はい、ご連絡お待ちします、うん、また募集はまたあれでかけますので、はい、あ、かけるの、うん、かける、かける、コミュニティで、うん、コミュニティで募集をかけますので、うん、
楽しくお仕事できる方。今回パートさんね。パートさんね。もう社員はちょっとまだ責任が持てませんのでね。もうちょっとあと、まあ、まだまだ増やすつもりですが。社員も一人増えたっけ。え？一人増えたっけ。一人増えた。うん。誰？誰？一人来る三月から。ああ。クロちゃんね。うん。クロちゃんです。誰？忘れられないです。でも年内早ければ年内、ジュニアがいなくなりますんで。あら？はい、そうだ。永住ですので。永住。うん。もうちょっとで土地の契約が。終わると思いますので、そこから今度どう設計せんといかんわけね。大丈夫。何大丈夫って。家族大丈夫。いやそれはわかんない。ダメやちゃ首やわな。ダメやちゃ首や。身内に厳しいタイプやけ。ね、うん。そうね。そうでしょ。うんやらないやつにはやらせない。身内に優しくない、うん、え身内に優しくないよ。いや優しくないよ。厳しいでしょ、うん、身内に厳しいタイプです。わーいてってれーって。さあ今度は横浜でございます。そうですね、今週の土曜日横浜です。もう今週か。今週って言うんやろ。そうです。土曜日は今週です、ね、今週パシフィコ横浜、はい、なんと昨日も言いましたが、うちが C と C ホール、ね、AB ホール、うん、隣が、パンフェスパンスイーツフェス、うんでかいのをやるらしくてね、もうワクワクしております。インスタの方にビジーさんがコメントしてくれてて、何赤レンガの方でもさパンフェスやってるって。なんだよ、もうパンだらけ、パンだらけ、パンフェスか。赤レンガ、うん、赤レンガ知ってる。赤レンガ、赤レンガ倉庫があります、うん、はい、改装終わったのかな。じゃあ外やな、外の、うん、パンフェス。うん、そこら中でパンフェス。いやみんな行けるよ。お前ら行けるよ。うん、行ってみよう。本当や。日曜。うん、本当だ。いいな。リエル号で。じゃあ歩いて。歩いてにして。歩いて行ってください。いろんなとこ動かないで。もういらんことになります。ね、初心者連合が。てはい、手元を映してください、はい、手元を。何が難しいことはございません。ね、はざしがいっぱい取れます。カットして、下ははざしにして、中心の可愛いとこは植える。はい、簡単。ぎゅうぎゅうにします。いっぱいよ。緑にしてな。赤かったらまた遅いけど。肥料をぶち込んで。緑。じゃあ、もうやりがいがあるな。やっぱずっとこういうのしときたい。ずーっと言うけど、本当に。私はメンバーハウスをやっております。谷倉くんは、メンバーハウスに監禁中でございますので、ね、本当に見ない。お昼しか見ない。そうです。監禁中ですね。あら。これ何やろか。あら。またここで作るつもり？こっちのハウス綺麗すぎて面白くないけんな。ちょっと汚いぐらいが愛着があっていいんだけど。うん、なんかありますか、横浜地元横浜なんでちょっとワクワクしておりますが、
どうでしょうか、ゆかさん。うん、楽しそう。ね。パンフレット。うん。そっち。そう。うん、なんか前売り券があるらしいよ、うん、買ってこなんというかなんで前売り券並ぶんですかね、パンフェスからな。なんかパンだけじゃないやろ、昼からやろ。11時から、うん、1時間後か、うん、1時間後やったらもう俺はいらねえか、本当にそっちフルーツサンド食べる。え、フルーツサンド、フルーツサンド買ってから行けばいい。そう、そう、リサはフルーツサンドを腹いっぱい食べてでお前ら次の日あるからいいや、うん、そう、持って帰ろう私飛行機。テレテテレフルーツサンド、うん、食べてメンバーハウスをちょっとやろうかなと思うんですけど、どうでしょうか、ゆかさん。ウーバーでもいいよ。何が？なんかこの間確認が来て。切れてもな。じゃあなんか作れば。ええー。メンバーハウスでお肉焼く？お？お？バーベキュー。ダメでしょ。汁。シミだらけになるよ、豚肉が俺のがまだ真ん中のとこにすればいい。てってれーてってれー、ねえ、楽しいね。もうちょっと忙しいね。脳みそが体も身も心も忙しいですね。うん、いろいろ考えすぎて、新しいことやりすぎて。一生懸命バラバラってしたけど、こっちについてないかなと思って。水吸ってそうやけど。とりあえず5000ポットぐらい作らんと。5000ポット。1種類5000ポット。うん。ね。いろいろ。はい。頑張って。やることいっぱいやけど。そうです。横浜でしょ、うん、で、大阪でしょ、うん、横浜、大阪、それもカーニバルでしょ、カーニバル、カーニバルもそろそろ何円切り花とも決めんといかんで。大正堂はまだ5月花とものの後、花とものの後、あ、そう、いや、カーニバルカーニバルの後、大正堂、うん、と花友。カーニバル何円切りとか決めんといかんと。お、まだ言わんで、近々決めます。近々もう風邪言われるかと思って、ヒヤヒヤしたわけで。もうそれ、そういうものですよね、はい、リエール特有の言っちゃうパターンですね。はい、びっくりすると、ちょっと待って、うん、突然発表しましょうね、はい、カーニバルね、もうとにかく何百円均一でいきます。カーニバルはね、何百円均一ない、全部、うん、全部何百円均一。レジは早くなるでしょう、うん、数えりゃいいからね。そうでしょ、うんうん、カーニバルもさ、うん、あのハングリーモンスターさんが、ああ、カーニバルもキッチンカーを大集合させておりますので、うん、モンスターが、うん、ね、その辺も発表が、うん、ね、まあ、とにかくだけもう4月からはもう忙しいです。多肉クラブ、多肉大学ね、うん、花友、カーニバル、もういろいろね、全力でいきましょう。まずはこうメンバーハウスでもう楽しみで仕方ないな
メンバーハウスは、今日また試しに、大分のボス、ミキミキボスが見まして、うん、わーって、うん、もう想像より全然すごいって言ってくれたのでね、まだできてないのに、そのぐらい言われてますので、もう絶対見に来てください。寄せ植えはね、本当にね、絶対の自信があります。多肉知らない人も喜ばせる、ね、綺麗、ね、いろんなパターン、ちまちましたりしなかったり、いろいろなパターンをね、寄せ植えはもう自信がありますので、ぜひ、クラブも入ってくれたら絶対みんな上手になります、ね、コツをつかめばね、コツを教えますので、で大学はビジネスとしてね行けるように、もう大学は締め切ってますけどね。どうですか？え？楽しみよ。な、寄せ植えの上手な人がどんどん増えるね。いいんじゃないですか？七つ星。美佐子は何つ星なの？美佐子。七つ星？何つ星？試験があります。そう、試験があるよ。身内に厳しいからね。はい、かしこまりました。分かった、さやか。はい。みんな名前変わってきた。そうだ。みんな名前変わって、もう両親なんか、この前名前また変わっちゃってきた。そうだ。チンパン。なんでじゃん、なんか両親老けてきたよな。疲れちゃう。疲れちゃう。多分さ、あれ焼けたけんじゃない？焼けたけん、うん、フルスロットルで頑張ってるから疲れちゃってるかもしれないね。達人たちが心配する。そうか、そういや大丈夫、男になるため。谷が言った。何？ディエール怖いとやって。おお。いや、お前が言ったらいかんわ。いや、本当に谷がいいよ、言ったな。だってあんまり言うなって言った。、うん、ブラック企業で売ってんだからね。ディエールホワイトって言うてるな。いや、でもさ、きついよ。え？きついよ。いや、きついけど、ホワイトや。本当な。遊びじゃないけど。そこはでも言わんでください。遊びじゃないけどな。遊びじゃないよ、ふざけんなよ。うん、仕事やけ。そうよ。でも多少遊びと勘違いする人もおるけどな。ああ、そう、遊びじゃない、仕事です。うん、面白いと思いますけどね。うん、面白いでしょ。めっちゃ楽しいよ。楽しいよ。ちぇーちぇー。なんだよ。リサ子なんだよ。楽しくない？楽しい。せん。それ真ん中に植えてよ、リサちゃん。だ。なんで動揺してる？なんか変なとこ行ってる。リサ子動揺してる、リサ子。リサ子になったの？今日から。映画、ウーバー。ウーバーですか？用事があるの？なんもないですよ。美味しいのが食べたいよな。美味しいの食べる。何が美味しいんかいって話になってくれや。天津飯。何が美味しいんかい。天津飯。え？王将。ここで食べたいの、ね、メンバーハウスをちょっとやりたいって。あ、じゃあさ、買ってくればいいやん。何？王将で。誰か買って。冷えるやん。いや、さっと買ってくればいい。じゃあ買ってきて。サイズ？ちょっとメンバーハウスちょっと進めるけん。うんね、今日はナイターです。はい。もうやっとかんと。うん、な。スタート？あと2ヶ月駅。うん。2ヶ月の半分フェス駅。ね。でも半分のフェスもだんだんあれで、うちらそんな長い間行かんくなって。もう当日しか行かんなってしょうがないよね。うん、遊ばないで帰ってくる。そうで。日帰りで。そう。日帰りで。今まであったそんなことが。うん、本当よ。もうそのぐらい追い込まれてる。ね、やばい。大口叩いてるからね。
終わらなかったですまん。どうやら。チェッチェーチェーチェッチェーチェー、はい、通販も一生懸命送りましょう、うん、ね、カレンダーセットもね、少々お待ちください。パートさん本当ね、ちょっと何人か欲しいですね、うん、お願いしたいですね、うん、お願いします。すぐにコミュニティあげますんで、パートさん募集、はい、ね、業務拡大につき、うん、今度拡大。拡大です、うん、はい、どんどんもういいんじゃないですか。そう、終わらないね、これ見て、こんなもん終わらそう、見て、2時間くらいかかる。楽しい、これめっちゃ楽しい。こういう作業がいいな、私。終わり、私はこれが楽しくて仕方なかったやろ。そうで、最初お前と二人やってけ、何個できたって言ってから、あ、これで何万円分作ったとか言ってた。ぶっちゃけた話な。そうで、何万円分セットしたってな、うんうん、もう喜んでた。そう今日いくらの仕事したって、うん、そうそう、やる気が、そう、やる気懐かしいぜ、懐かしいぜ、うん、で、今日の時給はいくらやって、うん、そう、うん、もうでもこのハウスもだいぶもう埋まってきてしまいましたので、ね、狭いですね、どんどんでかくしないと間に合いません、苗がね、向こう映ってる？もうこうだいぶ埋まってしまいましたので、あっという間ですね、これね。だっていつできた？11月、うん、11月終わりやな、うん、もう何ヶ月？2ヶ月、3ヶ月、3ヶ月で埋まっちゃうのに止まらんわな。なん、え、まだそんなもん？そうよ、なんかめっちゃ立ってる感じがするな。この辺もついてくれる？じゃんじゃん。いっぱいです。夕日がすごい。りょうちんがいます。チンパン？りょうちん知っちゃうの？知らんよ。頑張っちゃう男になるために、うん、もういいじゃないの、ね、もういいよ、長いよ、もう、ね、すいませんね、熱中してるけんな、みんなもこうやってセットしとけばさ、寄せ植えいっぱいできるやん、うん、クラブの人もさ、毎回全部さ、セットあれできないからさ、うん、こうやってちょっとこうやって作ってけどさ、うん、ちょっとでいいんだよ、うん、ちょっとでこうできるときな、うん、うん、でいろんな種類やるからさ、やってみて、うん、うん、簡単やき、コツを覚えたら簡単、そうね、簡単、うん、はい、どうだ、もう、はい、もう終わるの、はい、はい、どうだ、あった横浜、横浜、3月4日、横浜、土曜日、パシフィコ横浜、パシパシ横浜、ピンチホール C、C でお待ちしております。 A、B はパン、はい、予約も何もいりませんので遊びに来てください、はい、どうぞ、はい、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。はい、バイバイ。